い、こんにちは、豆と申します。ちょっともうこれ初めからなんか曲に圧倒されるんですけど、素敵じゃないですかということで、阿弥陀病院の人形を今回実況していくんですが、このですね、制作者様のですね、前回の作品、これがやばい、ちょっと待って前回の作品、阿弥陀病院担当医先生ご帰化だったかなの、次の作品らしいんですけど、その前の作品がですね、実は実況外でプレイしちゃってて、うん、なんで実況でしなかったんだろうってすごく思うんですけど、はい、すっごく前作が面白かったんです。阿弥陀病院担当医先生ご帰化っていうゲームが、なんか何週かするんだったかな。でもこう何週かすることによって、なんか真実がね、パズルピースのようにこうだんだんはまっていって分かっていくっていうのが、もうすっごく面白かったんですよ。なので今回は阿弥陀病院の人形、これは実況でやらねばと思った次第でございます。ということで早速ニューゲームやっていきましょう。なんか私自分で何言ってるか分かんなくなってきた。はいはい、本作品はフィクションです。登場する人物、団体、医療行為、設定などは全て架空のものです。ヤロベビッ、はいくそ、門脈、関門、わかんない、避けてやぐる、サテンスキーをよこせ早く、血圧低下、輸血まだなの、救急外来でも輸血をオーダー中です。もう院内に在庫がありません。RCC4 単位だ、入れるわよ。よし、出血点を抑えた。おい、心電図がおかしいぞ、院長どうしました。あ、これはん、お腹が痛い。動こうとすると両手には何かが巻きついていて動かせない。途端に恐怖が襲う。殺される、私殺される、お父さんもお母さんもここで殺された、次は私の番だ。初めから不穏だね。離して、ここを出して。小鳥、すぐそばに人の気配、下手に動くと危ないね関西弁ですか。のぶとい男の声、同時に大きな手が私の両足をつかむのを感じた。死に物狂いで足を動かす。ぐきりという嫌な感触がして、その手が離れた。助けて助けて、それだけ元気なら十分です。別の男の声、離して、このヤブ医者め、お父さんを返せ、お母さんを返せ、死ね、お前ら全員死ね、死んじゃえ全くひどい言われよ、レブレイ、ひどい言われよだ。鎮静剤を使いましょう、梅田先生。しゃあないな、ほらもう夜やん、おやすみな、マリちゃん。マリちゃん、やめて、何するの、やめて。意識が霞んでスーッと引き込まれる感覚、悔しい、畜生、畜生。阿弥陀病院の人形、あー、どんな話だろう。私は病室で目を覚ました。昨日受けた手術の傷が少し痛む。入院なんていいことないな。あ、びっくりした、おとりびっくりしたよ。このね、ナイスバーディーな看護師さんが。朝の巡回だよ、お加減いかが。看護師のユミさんだ。入院した時からお世話になっている。快活でお姉さん肌、頼りになる人だ。アリスちゃんってさ、前作この子じゃなかったっけ。ちょっと記憶が曖昧だ。はい、昨日より随分。退院したらすぐに学校でテストなんでしょ。早くベッドから起きてリハビリしようね。私はさつきアリス、有沢高校の3年生。なんかね、見たような記憶があるんだけど、中間テストの勉強中にお腹が痛くなって、ここ阿弥陀病院に受診した。診断は、なんて読むの、虫垂炎かその晩のうちに手術、言いにくいね、手術は。手術になって目が覚めたらここに寝ていたんだ。
テストか、やだな。さ、一回受付まで歩こう。ユミさんがそう言った時、その胸ポケットから電子音が鳴り響いた。あ、ちょっとごめんね。PHS の、着信らしい。あ、はい、私です。今から来いって？それ無理ですから。はい、はーい。大丈夫ですか？委員長が4階の委員長室に来いって。受付に行った後で、寄らせてね。めっちゃ早いよ。左階段で1階まで行こう。きつければエレベーターでもいいよ。看護師のユミさんを記録しました。アリスを操作します。エンターキーでアリスの、隣足元を調べます。はい。メニューでセーブロードメモを確認ができます。長い会話シーンでメニューを使うと会話が少し戻ります。ほうほうほう。お、オッケー。とりあえずまずセーブをしましょう。はい。ということで、これなんだ、すっごい気になった。ラフゾウでいいの？今年から置かれたんだけど、アリスちゃん、アリスちゃんにびっくりするくらい似てるね。美術部の顧問にモデルを頼まれたことがあったけど、まさかこれとは。ちょっと待てよ、ちょっと待ってよ。モデルを頼まれたってさ、晒したの？マジですか？はい。あ、このメモってなんだろう。はい、メモ帳。私の担当看護師さん、快活で頼りになる。3階廊下にある私をモデルにしたぞ。美術部の顧問に、モデルを引き受けたのが運の尽きだった。こんなところに飾られるとは。いやーん。これは入院してる人？女の子が眠ってる。起こすのはかわいそうだ。そう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 。前回の阿弥陀病院担当、前回の作品知らなくても、大丈夫っていうことでした。はい。ここは薬品庫に使っていて患者さんを入れてはいけないの。はいはい。なんかさ、まあとりあえず覚えとこう。これは何だろう。あ、こっから出てきたんだったっけ。これはシャワー室でございますね。浴槽に水は入っていないと。とりあえずまあもう普通。怪しくない、あのじいさん。まあいいや。あ、これナースステーションですか。ナース服がハンガーにかかっている。この部屋は看護師さんの控え室なんだ。ちょっとこれ着てから着て出ようぜ。お菓子やジュースが置いてある。疲れた時にはありがたいんだよね。いやー、いいですね。じゃあちょっと怪しいじいさんに話しかけようと思います。はい。20年前ここは大水害があって天井まで水に浸かったんじゃ。こんな低い土地に病院を建てたなんて気が知れんよ。やばくない？天井まで浸水ってどんだけ。配膳車だ。車輪がついているけどとても重くて簡単には動きそうにない。電源を入れれば動くけど型が古くて起動に時間がかかるんだ。配膳車を記録しました。あ、これ登っちゃう。降りたのかな。降りたのかな。どこ行くの。一回行こう。この先見たい。まあいいわ、好きに歩いてごらん。これさ、疲れたとか言ってさ、途中でさ戻ったりしないよね。鍵がかかっている集中治療室。一応なんか一通りね、スタッフオンリーだけど、まあいっ、うわー、入っていいの？マジで。ちょっとなんかすごいクッションあるよ。大きな抱き枕がある。一体誰が職場にこんなの持ち込むんだろう。抱き枕、何こう、なんかさ、メモしていくのは何か意味があるんだろうか。ヘッドホンだ。排気やね。あー、別に調節いい、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 問題ない。じゃあ1階に行きますか。これなんだ。交通事故に注意、安全運転を心がけましょう。それ、掲載期限が過ぎてるし外しちゃって。モルベットポストも入手しました。入手しちゃったよ。手が届かないところに届く。孫の手的な感じで使っていくんですか。マジか。
5階下り階段補修工事の日程。工事は昨日で終わる予定だったらしいっていうことはまだ終わってないから5階には行けないってことなのかな。はい、とりあえずなんか1階に来ました。あ、このお姉さんすごい見覚えがある。またええ乳しとるな。あら、おはようございます。ピンクのマーカーを手にしたその女の人は顔を上げた。医療事務のなずみだよ。美人でしょ。自分で言う、まあ美人なんですけどね。ん？え？違う違う、自分で言ってない、ユミさんが言ったんだ。嫌ですよユミさん。昨日入院したさつきアリスです。よろしくお願いします。早く退院できるといいですね。のぞみ、それは、新しいケージを作ってるの？ええ、受付に置いてあった人形が今朝からなくなってしまって、見つけた方は届けていただきたいと。人形ですか？ええ、ピンクのドレスの洋人形です。見つけたら届けていただけますか？わかりました。受付ののぞみさんを記録した。人形といえばあれだよね、アリスちゃん、この病院には階段があるのよ。階段？病院でさ、階段とか絶対聞きたくないんだけど。またあの話ですか？やめてください。変な噂を流されては困ります。いいからいいからとそれを遮って、この病院の地下にはずっと入院している女の子がいるんだって。その子はいつも人形と一緒にいて、女の子が命じるとその人形の呪いで人が死ぬんだって。前この病院に露木って警備員がいたんだけど、ある日そいつが地下の女の子に死ねって言われたってヘラヘラ笑ってたんだって。するとその翌朝、そいつがどこにもいなくって、みんなで探したら病院裏のポールに胴体を差し貫かれた状態で発見されたの。ねえアリスさん、デタラメですからね、信じないでくださいね。もうユミさんやめてください。あれ引いちゃった？もっとキャーとか言ってくれると思ったんだけど。入院中の私になんて話を聞かせるんだろう。のぞみさんは怒った様子で、ユミさん、コーヒー無料券はアリスさんにあげちゃいます。嘘。のぞみさんは私に微笑むと、月光堂って知ってますか？とってもコーヒーとケーキの美味しい、喫茶店があるんです。知ってます、雑誌で見ました。確かおすすめはショートケーキ。その月光堂のコーヒーが無料でケーキの試食もできる券があるんです。ちなみに私のおすすめはエクレアですよ。エクレア美味しいよね。そう言って引き出しからチケットを出してきた。ちょっとマジ？私楽しみにしてたのに。慌てるユミさん、のぞみさんは、腰に手を当ててキッと睨むと、ユミさんごめんなさいわ。強いんだねのぞみさん。ごめんなさい。あっさり降伏した。実はもう一枚あるんです。一枚ずつあげますよ。なんてお姉さんはやばいですね。まったくのぞみにはかなわないや。退院したら行こう。行こうか。これで部屋に戻ったらいいのかな。もうのぞみさんと喋っても変わらないよね。お人形が見つかったら届けてください。どこへ行けば？任せて。どこへ行けば？3階の病室や4階の左右の部屋、地下かも。どうしても見つからないときは3階の奥の部屋とか。3階と4階ね、とりあえず。はいはーい。まあロビーにいる人たちに話しかけていくか。なんだこれ。魔法少女トトが公民館にやってくる。キングとの戦いを制するのはどっちだ。まあヒーローものですかね。ヒロインものですかね。去年のひどい交通事故知ってる？ここに運ばれたって噂だったんだけど、どうなったのかしら。その交通事故が前回の作品だったっけ。かなり前にしたからね、記憶が曖昧ですね。ゲホゲホ。大丈夫か？これは松葉杖の男。外はひどい雨だな。待ち時間が長いと道が、なんだっけ、使って帰れなくなるぜ。あー、低い土地に建てられたって言ってましたもんね。まだタイム早いよ、ごめんなさい。
もうちょっと入院しないとダメなんですね。うん、ピアノを調べたいの。調べられない。こっちは？いけないんだね。傷の小さい単行式腹腔鏡手術当院、外科でも行っています。お気軽に相談ください。電源室、鍵がかかっている。異常電源装置があるみたいだよ。今はいらないね。これなんか重要そうですね。覚えとこう、電源ね。じゃあこれで3階まで。あ、屋上とか行けるんだ。行こう。ビバー。おー、でも屋上は階段を集中、通行止めダメなんだ。まったく、いつまで工事してるんだか。さっさと終わらせ。じゃあ3階4階ってのぞみさんが言ってたから、3階4階調べようか。院長室だよ。入ります。入っていいの？マジで？あら、この先生すごく見覚えがある。遅い、何やってるの？患者さんの病院案内。あ、ここに行きたいってそういえば初め言ってたね。私は今から出かけるから紹介は後にしてね。はい、これセカンドピッチ渡しとくわ。またですか？毎月同じ日付だね。どこに行ってるの？別にどこだっていいでしょ。今のが、院長の白宮静香だよ。もう少しお話できてもよかったですね。いつもああなのよ。白宮院長を記録しました。床に何か落ちてる。人形の右手を無視。バラバラの人形集めてこいとな。はい、めっちゃ不気味やな。次はじゃあここ図書室。鍵がかかっている。夜間施錠へのご協力ありがとうございます。のぞみさん、やっほー、梅ちゃん。あー、梅ちゃん梅ちゃんも記憶にあるな。このキティちゃんみたいな、なんだろう、あれはなんだろう。なんやなんや、ここへ来たっちゅうのはまた書類書き換えな。それもあるけど、アリスちゃんの病院案内。患者さんをこんな汚い部屋に連れ込んでどないっちゅうに。アリスちゃん、産婦人科の梅田先生、梅ちゃんでいいよ。よろしくお願いします。そうやな、そうそう。ユミさんはまだあのバイトしとんのか？もうやめたよ。待って、何のバイトだっけ？ちょっと待って、何だったっけ？そうか、もったいないな、俺はファンやったのに。なあ、ちょっとやってみせてえな。やだよ、職場でやらないよ。梅ちゃんに見られたのが運の尽きだったわ。そう、何の話？こいつ、ここに就職する前ヒーローショーで、魔女役のバイトしてたんや。かっこいいね、スーツアクターってめっちゃかっこいいよね。だいたいおかしくない？いいおっさんが子供に混じってヒーローショー見に来たなんて。そういう人なんですね。今さ、マップ、ドット絵見たんだけど。これ、やばいですね。二人分の幅取ってますね。いやいや、子供向けて、子供向け言うて捨てたもんやないで。ヒーローものは現代社会の縮図なんや。トトちゃんのちょっとウェーブの髪は由来があってな。ああ、はいはい好きなんですね。梅ちゃんは筋金入りだから月に1回は東京の電気街に行ってるんじゃないの？秋葉原ですか？先月は2回やな。学会のついでに寄ったんや。そうそう、掘り出し物があったんや。見せたろ。そう言いながらロッカーをゴソゴソし始めた。どうせろくなもんじゃないわ。どうや、ハズレヒクちゃんの体操着バージョンや。あー、そう言って高さ30センチほどの人形を取り出した。いや、でもこのフィギュア可愛いですね緑のツインテールの少女がパンツみたいな体操着姿で胸を強調するポーズをとっている。あって職場にフィギュア持ち込むな。夜の当直は一人で寂しいや。この子がいてくれれば心温かく過ごせるんや。髪がひどいな今日。まあ、いつものことか。大真面目にそんなことを言う中年
中年医者、恥ずかしいを通り越してちょっと怖くなってきた。まったく、つける薬はないわ。行こう、アリスちゃん。ドン引いてますね。梅ちゃん先生を、はい、記録したと。何か落ちてる。人形の足を入手しました。これ集めていくパティーンですね。セーブしよう。あ、上書きしちゃったけどいっか。あとはこうどっかに、この風呂場のどっかに落ちてないかな。落ちてないか。じゃあやっぱ部屋を探っていくか。なんだこれ。私の勉強道具が置いてある。あら、これは看護学校の資料じゃない。アリスちゃん看護師目指してるの？もうちょっと勉強しないとなんですけど。いいわね。ねえ、これ着てみる？ナース服ですか？ちょっとそれは。そんなこと言って興味あるんじゃないの？ナース服を着てみますよ、そりゃ。これもね。いや、まあいっか。これは3階ナースステーションの奥にあった看護師控え室に移動した。かわいい。いいじゃない、かわいいよ。そうかな。将来が楽しみね。応援してるわ。ナース服を記録しました。え、マジ？このまま行っちゃうの？いやー、豆もね、マジでね。まあいっか。勉強したくないでござる。リハビリなんだから、また寝ようというのは許さないよ。あ、光ってる。入れない。ベッドの下に何か落ちている。奥なので何か道具がなければ取れない。これはさっき拾った丸めたポスターで落ちてもろに届いた人形の胴を手に入れました。いやーやなー、すごい不気味や。これはいずれなんとかしなくっちゃ。嫌だね、自分の裸体がさ、こんなところに立ってるなんて。勘弁してほしいわ。ヘッドホンだ。いや、いいっす。はい。これはダメなんでしょ？あれ、どこに行ったらいいの？待って、今な、右手、足、胴、頭がないよね。もう一回さ、光ってるとこないかさ、目を凝らしてさ、よーく見て。ないか。この、ナース服にさ、あれ、あの、人形のさ、頭とか入ってたらめっちゃ不気味だよね。どうしよう。今回ここで一回終わっとくか。はい。ということで。人形をこれから集めていくって感じでしょうか。呪い人形なのかな、これが。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。ではまた次回もよろしくお願いいたします。ではバイチー。